はい、ハローハローおはようございます。ハローハロー。さあ、というわけで本日今からですね、なんと久々に湘南向かっております。はい、湘南ということでね、いつもと違って張り切って板積み込んでましたね。はい、気合い、これ多分ビキニギャルおるでしょう。ビキニギャル探しに行く旅ですか今日は。はい、でね、僕のあのジャンセミがね出来上がったっていうことで、もう新品のウェット着てね、はい、僕もそろそろフルスーツが欲しいなってことで、既製品が好きなんで、こうパッと選んでパッと取れるからね。結構チューブ巻いてんのかな。もう腰ぐらいやったら、うわマジかよって感じ。いやー、遊べねえけど、でもサーフィンでさ、そういうのじゃないから、別に頭オーバーでいつもやってるけど、うん、まあ、たまには腰でもエンジョイサーフィン。ちょっと行く前にね、湘南ということでギャルもおる可能性があるので、はい、パフォーマンス上げたいね、これね、はい、ネイチャーか。はい、こちらね、もう2年ぐらい愛用してます。僕寝る前にやるのが一番好きで、トイレ行かなくなったりぐっすり寝れたり、ビール飲むのでね、熟睡できん時があるけど、これ飲むとバッチリ熟睡できるとか。まあ一番はリラックス効果ですよね。そうですね。でこれ一滴ほとんどね、2年ぐらい続けてますよね。こちらはパイナップル味でね、味の方はどうですか。いや、美味しい。嫌やなって感じはない。それはない。ちっちゃいんだけど、2、3ヶ月飲むから。そうですね、持つから、そんなに一滴ずつだからさ、はい、まあでも高いものなんで、ぜひね、皆さん概要欄のリンクからね、嵐56のクーポンコード使ってもらって 10% オフで購入してみてください。千葉波でかいからってわざわざ湘南に小波をやりに行くわけではないですか。何を、ね、そんなこと誰も思わんでしょ。だって千葉でもうちょうどいい感じの頭ちょいぐらいで、ちょっとジャンクでなんか遊べそうだなみたいなさ、あ、福井君もおって今日遊べそうだねって朝からなんかさ、すごい感じで、あ、まあやっぱ湘南はあくまでも楽しみに行く感じで、いや、ウエット取りに行くついでウエット取りに行って戻ってくると波なくなっちゃうともったいないじゃん、うん、まあ腰原でもさ、別に頭半でも波は波で自分次第で遊べるからね。で本当は千葉の中尾でやりたかったの。あれはまあまあまあ楽しそうだったけど、朝で朝一行ったんだよ俺、一人でやろうと思って板忘れちゃってさはい、というわけでね、こちら前回湘南来た時も来たところなんですけど、黄金チャーハンという湘南にある店来たんですけど、お供はね、こちらキムチチャーハン。自分もキムチチャーハン好物なんですよ。お、ありがとうございます。自分が頼んだこちらチンジャオロースにしました。これで800円とか。おとんなんかそれ多分これだけで650円。そう、めちゃめちゃ安いよ。いやー、うまかったですね。しかもさ、2人あんだけ食って1650円。1650円、ちょうどいいっすね。どうですか、うまかった。切れたんすか。もう安すぎて。でもお姉さん美人だったからさ、まあいいかって。で、しかもまた来ますってちゃんと言うもう店員さんがさ、美人やったらもう何でもありやん。明日も湘南の波から来るかはい、来ました。はい、来ましたいいね、こちらね、久村月スポーツ久米沼店やってきましたよ。ほとんどね、ジャーセミ日本一サーフボードを売るゴー君はいるのか。お、いっぱいメーヘンもありますよ。ラットリッパー、あ、これもありますよ。あるじゃん、ザリッパーのブラックシープも1本隠されています。はい、こんにちは。今日もやっぱゴー君お願いします。え、今年も日本一。それはもう、あ、皆さんのおかげで。もう来年も確定。まあ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 、ほぼ確。ほぼ確。嘘です。ってことで今回これなんすか、おとんのこれニューウェット、こちら。おー、ジャーセミ。これこの間幕張店嵐と一緒に一日一日やったら、今年のジャーセミどれがいいですかって買ってやったよ。あ、本当ですか、うん、もうでも今本当にめちゃめちゃ売れる、結構ブームになってますね。ジャーセミっていうこのキーワード、このちょっとね、これさ、これ全然湘南エリアの人はもうこれでいけちゃったりとか。真冬やらんって言っとるけど、はい、実はただ千葉はちょっと寒いんだけど、僕2ミリをいっぺんやったんだよ、はいはいはい、ジャーセミって言葉がない時、結構いいやつ、はい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 、海の中行けるけど上がると寒いんだよね。あ、そうですね、はい。お父さん、もしかしてさ、今回この1枚ゲットしただけでは帰らんすよね。だいぶはずいっすよ、1枚だけとか。そういう流れ。うん、お父さん、こういうとこもさ、こういうクロちゃんとかも1個やったらはずいやろ。当たり前じゃん、だから20個買ったよ。だからちょっとウエットも一緒やって。ウエット2枚ウエットも一緒やから。で、しかもこれさ、ちょっと流れでなんで2枚目の話かっていうと、結局下取り出して3万円出した。これ、あ、そうですね、安かったじゃん。はい、
2万ちょいぐらいでしょ。そうです、カスタムオーダーでも3万円ぐらいです ね。だからやっぱ買ったうちに入らんじゃないですか。はずい、下取り出しといてこれだけで買えるって恥ずかしい。おとんの流したるんじゃないですか。そうですよね、はい、あれおとん最近羽振り悪くなったんじゃない。そんなもんかみたいな。だったらどれがおすすめあるの。でもフード付きだと、フード付きだよ。これはどういう感じなの。これはもう限定50着なんですよ。うん、だから今回フード付きのキズに置いといたらトラウィスみたいに上がる可能性もあるね。フード付きって本当はこうね、出て価格帯ってこれぐらいなんですね。おお、まあ、これも紫価格なんで限定モデルですごくいいんですけど、ね、俺去年10万ぐらいでもこれの値段がスーパーもえこれ税込み。税込みです、これもちろん。これどうですか。いや安すぎて、こんな安いやついらん。2枚買えばいいんか、サイズ違いね。はい、回回インナー着る用とインナーなし用ね。いいじゃないですか、これ2つ。あ、これしかも、これあれじゃん、久米さんみたいなさ、久米、はい、のあんな竜兵さんだったっけ。違った。怒られる。え、違った。僕、映らないでしょ。じゃあこれも、これ限定50ってことはもうあと49しかね。でももうすでに売れてるんで。あ、そっか、もうすでに売れてますよ。じゃあ音のいいタイミングできたっすね。よかった。ちょっと音を見とったらさ、僕もジャーセミってやつ欲しいなって思ってきて、着てみたくて。僕どう思いますか、僕のサイズあります。カビゴンスタイルでも着れる、なんていうの、伸びるやつがあるんですよ。 M リラだよね、だから M リラ。 あるって。おお、いいじゃん。自分結構暑がりでさ、真冬でもこういう軽いやつにプライムのこのグローブとブーツつけていっちゃうパターンなんで。これさ、ちょっと自分さ、彼女とたまにサーフィンするじゃん、はい、彼女にもジャーセミ行ったる。え、女子用のジャーセミあんの。 ありますよ、もちろん。え、マリンちゃん用ある。あります、あります。嵐の給料からさ、引いてさ。嵐の給料からね。うん、嵐の給料から引くやつ。もう全部変えてしまうな。え、ジャーセミ何。え、こんな柄ついたのよ。おお、タトゥーみたいな葉っぱつけとんだ、はい、あ、それマリンちゃん用に何デザインしといてくれたの先に。これ仕様は一緒なんでね。じゃあちょっと行きます。今日さ、俺ジャーセミ着たいんだけど、今から見る、はいはいはい、早速。で、逆にどれだけあったかいか分かるんじゃないですか、これでいけるみたいな。暑すぎてサウナになるかもしれんしね。ほとんどマジレビューも含めながら今から。じゃあ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、音のサーフセッション久々っすね。もうなんかマジに俺サーフィンやんの久しぶりじゃない。やり方めちゃめちゃ久々やけど、なんかちょっとカメラ回ったからってワックスの塗り方かっこよくないですか。さっきまで下でやっとって。矯正するボードなんすかこれ。これ RNR プレセボですね。今日はね、コンディションがちょっとね、風が入っとるっていう感じで、あんまり物足りない感じ。テイクオフしづらいと嫌なので RNR でまあ楽しむ感じ。まあどっちかっていうと何、3ハック4ハック入れるんじゃなくて流す感じ。流すだけ。もう流すだけでこういう風にバーってなってポーン。で、今日はね、オゾンジャーセミ初乗り初レビューですね。これね、一応これあれだ、肝だよ、肝なんよ、うん、でもこれオゾン下取りでゲットしたから、実際のところいくらでゲットした。2万円ぐらい。2万。おお、おお、何、ちょっとちっちゃいな。今5秒前まで死ぬほど喜んどったやん。あんま物足り、物足りないですか。バーン、じゃあ今ダブルコブラの練習しとる。両方で行ってからのフィニッシュ、ダブルコブラ。まあちょっとちっちゃいな、遊べんけど、まあいいか。いいねー、やばくない。やばい、これさ、湘南は僕ら親子で来た時最高にいい波なんですよ。これオトンウェーブじゃん。やば、これメンツルで、しかも腰原。おお、最高。ちょっと物足りない、物足りんな。つまらんけど、まあいいか。本当は嬉しい。もうだってニコッとしたもん。これやばくない。やべえよ。やべえ。ギャルじゃん、ギャル、ギャル。ギャルが手入れてくれたよ。やった。しかもこの波だったら俺溺れたりしんから恥ずかしい。あんまりさ、でかいとさ、恥ずいじゃん。そうっすよね。キャーキャー言ってくれとるよ。おお。だからってことで、この辺でなんかウォーミングアップとか見せといた方がいいんじゃない。ちょっとアドバイスいいですか。それだけはやめた方がいいです。モテモテやん、モテやん。危険。今俺モテると思っとったもん。モテると思ってさ、ちょっともうこれ準備運動バリバリしてさ、もうちょっとこうアキレス腱のちょっと心拍上げるから自転車かなんか持ってきてくれる。マジな感じでどういうこと目標でいきます。いや、マジにもう早めに立って。もうマジで言ってよ。マジね。
ちょっと頑張ってこいで早めに立って下向いて一応大きく最後だけちょっと早めだからロールインはしたい。もういいって真面目にやって。じゃあ真面目じゃん、これじゃない。これ俺今これ俺もやってねえじゃん。真面目にやってよ。じゃあだからこう行くで行ってパーンと立って、とりあえず立てたらいいなやろ。立てたらここで絞りながら、立てたらいいなで終わりやろ。 こうやらんよ今日は。こういう感じで、はい、でシュンシュンで最後だけバーンってきて、まあ、乗ってきたら最後ここで行ったらここでカモ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 、よし、面白くないのにこれで骨折したらどうする。じゃあそう、笑いも取れんで骨折したら。もう来たよセット、もうとりあえず一本立ったよ。もう行きましょう、これこれ行かなあかんで、いけ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 、湘南までね、美人ギャル探しに来たらいきなり美人。こんにちは。映像動画出てもらっていいですか。いや、もうお願いします。嬉しい。嬉しい。もうここで知り合ったってことは、その先はあんま言わん方がいい。あ、なるほど。よく書いてあるダメ。よく書いてあるダメ。よく書いてあるダメなんだ。いや、もう会えただけでハッピーじゃないですか。もしかしてと思ってさ。会えただけでハッピーじゃないですか。あ、ハッピーだね。普通はね。ちょっとね、波が早いね。そうですね。音はこの波でやっぱ格好つけたりするんですか。って本当は言いたいけど、目の前に美人おると、おここでワンダーいろいろちょっと言え、ちょっと波は早いよねってこう、そっちに変えとる。そっち一緒に苦労する感じ。え、お姉さんサーフィン歴とかはどんぐらいですか。でも1年半とかなんで全然です。でも1年半やったらですね、もう全然ヘカッピですけど楽しいからやってます。いや、もうそれが一番ですよね。いや、でも浮いてるだけでも楽しい。そう、楽しいですと言いながらバシャーンと来る可能性が。え、湘南の方ですか。湘南の、そうです。今バレるけど、だって喋れたってことはワンチャンあるかな。あんま言わない方がいいよ。聞こえてるから。全部聞こえてる。いや、お姉さん出てもらって嬉しい。いや、嬉しい。こんなレアな会話。いや、ないよ。しかも相当美人だよ。いや、もうね、喋りかけるの緊張するっすよ。いや、緊張して俺ずっと2時間ぐらい横で固まってから目合った瞬間、すいませんって言ったの。あ、そうです。時間かかったもん。時間かかったけど。お姉さん大阪ですか。あ、兵庫や。そっち、だからノリだね。ノリと喋り方がね。めちゃくちゃ感想です。そうなんですね。これは最高だ、余計に。ちなみに名前とか聞いてもいいんですか。春菜です。あ、春菜さん。おお。なんのちょっとなんかさ、音が入る前までさ、いい波やったのに、なんか音入ってから波がビビったんか、なんか知らんけど。いや、波がビビったのは間違いない。島ローカルさんに聞いたらやっぱ満潮になったんだって。だから音、ん、でもビビってしまって、もう乗らせようとしとる。で、俺はもうハックするの分かってるから。あ、そういうことよ。うん、もうハックされたくないから。される前に割れちゃうもん。もうこれレギュラー良くない。全く乗れ。でも最後一応ね、ロングライできたっすね。そう、これローカルさんに聞いても今満潮すぎて無理って言うけど、でもこういうのも乗れる人は乗れるじゃん。で、奥田さんにさ、教えてもらったらいけるから、湘南なんかおらんけど、奥田さんおるといいのにな。おい、奥田さんおるぞ。なんで俺がハマったの知っとった。知ってた。だから駆けつけてくれたんですよね。くれた。一本も乗れん、泣いとる。そう、見てた。ちょっと見とった。いや、これさ、でも乗れんよね、一般人。ちょっと厳しいかも、選ばないと。でも奥田さん流ならいけるっすよね。いける。もうこれ、いや、もうこれ奥田さんおったかなって海で話してましたね。そうそうそう。これね、コツあるんですよ、ここは。うおー、ここの波の選びコツあるんですよ。うん、次の動画がなんかでさ、次のチャンネルで一から教えてもらいます。わかりました。うおー、じゃあそういうことで受けたまります。お願いします。お願いします。ぜひやらせてもらいます。
はい、というわけで、ね、こちら音のジャーセミ初めて来たと思うんですけど、どうでしょう。めっちゃ柔らかくて何のノンストレス。これチャックがなんていうの、全く引っかかんない。え、音みたいにあんなハードアクションしてもいけるんすか。だってパドルのスピードがさ、普通の人このぐらいだけど俺も速いじゃん、うん、でもこれが回転数がレッドゾーンまでついてこれるチャックに改造してある。なんでそのさメーターみたいな、レッドゾーンみたいな、あの1万から俺レッド。あ、そうなんや。でそこまで行っても、うん、レブしない。あ、そうなんや。いい感じ。余裕でしょ。余裕対応可能よ。いや、これ想像以上に柔らかい。じゃあマジな話どうですか。マジ、ちょ、マジだけど。あ、マジだ。じゃ想像以上に柔らかい。ここのストレスがな。でさ、あったじゃん前、なんかこういう、うん、あれが俺好きじゃなかった。チャック、うん、チャックの形ね、うん、これの方が U ジップよりこっちも好き。まあ、着る脱ぎ着もさ楽。やっぱ大人世代の方大事ですもんね。そうだって、もう俺脱ぐのに30分ぐらいトイレでさ遭難しかけるじゃん。だってさ、だってこの動画撮るために一回脱いだけどまた来たんやろ。いや、そうだよ、もちろん。ちょろんで、俺じゃさっきだってトイレもちょっと行ってきた。マジっすか。ルクサーンってもうパッパッとそのぐらい。もうシャワーでもさ、湯入れんと脱げんとかもう嫌だから。あ、それはだるいね。これはいける、3ミリで。もうさ、今のシーズンはまだ暖かいけどさ、もちろん暑い寒い考える暇なかったやろ。え、もちろんだよ。暖かすぎてね。でこれは暖かすぎるし、だってもうなんか汗かきすぎてさ、整っとるんじゃん今。じゃサウナみたいに。さ、もう今こうやってやってさ、さっき炭酸食って飲んで俺並みシーとか、でポーっとこう今気飛ばしとった感じ。ちょっと喋りかけんでくれる。あ、ごめんなさい。っていう、本当にこれはお世辞抜きでよかったんだ。あのどう、まあエアタイトいいね。いや、もちろんやろ。まああと、スーパーブランドのフード付きもあるからさ、冬やらんとか言いながらクソ寒い時あっちも着れるじゃん。僕らがね、このウェット本当にいいって言ったのってさ、こうスポンサーさんでも何でもないじゃないですか。そう、俺もそう、本当に好きで選んで聞きさせてもらっとるわけで、勝手に来て勝手にレビューしとるからさ、本音全部言えるんですけどね。そう、悪いとこなんかない。そう、悪いとエアタイトさんやめてくれって言ってくるかもしれない。なんで勝手にやんなよ。ああ、確かに。でしかもさ、今回からさ下取り保証があるじゃん。そうあれが毎年新しいのにしたらずっとあったかいんだよ。こんな2万円で買えたらさ、もうあの人マジいつも新しいの着てねえってなってさ、ちょっとまた持ってそうじゃないですか。これあるみたいじゃん。No、いつも、え、何年着るつもり。1年以上着とる人初めて見た。俺下手したら3回ぐらいしか着ない。そこまで言っちゃうちょっとやらしいけど、調子こいてるけどね。まあ、1年は。でも本音としてはさ、ここもうちょい買えたらとかいうとこあるんすか。どうだろう、改善点みたいな。ないな。俺ここがさ締まりすぎてさ、リボンのありすぎとるやつとか嫌なの、こういうとこ。あ、あるわ。あるだ。これでいい。うん、これで別に。これ見せ、これあれね、普通のやつ、ね、うん、そうで、ここで切れとるから。でグローブするからどうせ重ねるから、ここがグリッとなっとるやつは、グリッとなっとるやつ、そう、靴目もやし、グローブつけるときとかに掴みにくいからだるいんですよ。あとここがラバーじゃないから脱ぐとき引っ掛けんからいい、はい、まあこれ問題なくね。まあ、じゃあ改善点はなし。何ね、調子いいね。へー、もう本当な、まあ、真冬来てからもう一回言うよ。あ、そっか、確かに、うん、ちょっと見でもここも3ミリより20だから水一滴も入ってきてな。おー、逆に入らんすぎておしっこできんぐらい。あ、そう、逆に、うん、なんか乾燥しとって、多分、ま、1時間ぐらいしか入ってないから濡れとらへんやろ。いや、濡れてないよ中、うん、もうこのままだって俺シャワー浴びずに帰れるぐらい。パンツ履いたままでもいい、突っ込んでくれる。それは調子乗ったっすよね。嘘つき。じゃあ行きましょう。はい、そんな感じでね、こちら、こ、今日はジャーセミね、これも価格で言うと、マジ下取りなかったら6万ぐらいやったっけ。7万か。オーダーで6万いくらでしょ。あ、そっか、5万いくらでしょ。そうですね。で下取りで音もかまして2万円ぐらいでゲットしたやつですね。そういうことです。はい、ということで実際に2万でゲットしたこちらのベッドは高評価何点ですか。何点。いや、これ95点いってもいいでしょ。来ました。マイナス5点が自分で見んわからん。あ、今日余裕つけてある。あ、真冬やってみんでわからん。 100点があるかもしれんからね。そうそう、真冬やってもしかするとこっからチロッと入ってくるとかさ、はい、あるかも。でもこれ今んとこはいいね。まあ、このウェットのおかげでギャルにも声かけられましたしね。これかけられたな。あれ俺はかけた。あ、そうっすね、間違えました。焦った俺。そうっす、いつかけられたんかなって。そうっすね、もういいか。